こんにちは。こんにちは。みさきです。渡辺です。はい、始まりました、みさきの部屋です。はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。今日はボブの方向けのおしゃれに見える今っぽいスタイリング方法をご紹介します。はい。で、大体ね、ボブの方ってやっぱこうスタイリングするとき外跳ねが多いじゃないですか。そうですね。で、そうすると結構のっぺりした感じでワンパターンな感じになりませんか。なので今日はそれを立体感に見えるボブのスタイリング方法、なおかつ時短でできて今っぽいっていうのをご紹介します。はい、ポイントが、2つあって、1つは髪の毛を2つに結ぶことで巻く場所が明確になる。まあ、分かりづらいのね、どこ巻いたらいいかと分かるからね。はい、それと、そうすることによって手順が短くなるので、より腕がこう上げてる時間も少なくなってすごく楽になります。確かにアイロンね、重たいアイロン持ってる人はちょっとしんどいもんね。そうですよ。なのでまあ楽にね、時短にできる方法になりますので、ぜひ皆さん参考にしてみてください。はい、はい、早速動画に行く前にまずチャンネルのご説明をさせていただきます。はい、でこの動画は、皆さんがね、綺麗になれるようなアレンジだったりとかヘアケアの知識を、お伝えするチャンネルになります。ですので今日のね、動画を最初から最後までしっかりと見ていただければ絶対に可愛くなれるアレンジ方法、スタイリング方法になりますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。はい、ということで早速スタイリング動画をスタートしますね。はい、動画をスタート。今日使うのはシリコンゴムを2つ、ストレートアイロン、スタイリング剤はオイルとミルクを使っていきます。まず大体後ろで半分に分けてお下げに結んでいきます。だいたい耳の下くらいでゴムで結んでいきます。反対側も同じように。耳の下くらいで結んでいきます。結んだ髪の毛をだいたい同じ量になるように2つに分けて、アイロンで S 字になるようなウェーブを作っていきます。ゴムの方から内巻き、外はね、こんな感じで作っていきます。下の髪の毛もゴムの方から内、外、でこんな感じになるように巻いていきます。反対側も同じように2つに分けて、上の方から内、外、こんな感じで、下も同じように内、外、こんな感じで両方とも巻いていきます。これでゴムを外すと感じで波ウェーブができます。スタイリング剤をオイルとミルクをワンプッシュずつ手のひらに出して混ぜていきます。均等に混ざったら内側から毛先、表面と順番に伸ばしていきます。こんな感じで完成です。はい、ということでね、動画皆さん最後まで見ていただけたでしょうか。ポイントはね、もうお伝えしたんですけど、はい、まあ、髪の毛の量が多い方だったりとか少ない方、
でも、この手順でやれば皆さん絶対可愛く仕上がると思いますので、はい、あとはスタイリングをしっかりつける、スタイリング剤、ね、うん、をつけてあげることによって、はい、やっぱり今の季節ね、乾燥が結構気になる方も多いかなと思いますので、そこも踏まえてぜひ最後までやってみてください。この動画が良かったらグッドボタンとあとコメントもよろしくお願いします。お待ちしてます。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。